皆さん、こんにちは。企業の現場に入っても、今日絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、KPI マネジメントに役立つ、超簡単経営分析講座第3弾です。さあ、今日は一体何でしょうかということで、4つの視点の中で何だったのか、まあ、最初から見ていきましょうかね。今日は収益性です。 第3弾は、収益性成熟期のところですとはいえです、ね、あの最初から少しだけ繰り返しお話をしていきたいと思うんですけど、まあ、なぜ私がこういった、ね、経営分析とか財務分析の話をするかというと、当社はアタックス、アカウンティングとタックス、会計と税務の会社で、まあ、75年以上の歴史があるんですね、1200以上の税務顧問先を持っています。 アタックス税理士法人が母体となっていますのでもし皆さん経営のお悩み特に財務的なお悩みをお持ちの方がいればぜひぜひご相談いただけたらいいかなと思いますで、えっとね、経営のこの指標とか財務の指標っていうのはその経理の人だけ知ってればいいとかあの経営者だけ知ってればいいってことじゃなくってもう新入社員でも知らなきゃいけないんですよマネジメント対象だから。 で、マネジメントっていうのは KPI マネジメントなので、で、KPI マネジメントっていうのは、頂点に KGI、キーゴールインジケーターがあるわけなんですけど、キーゴールインジケーターって一体何ってことになるじゃないですか。営業は分かりやすいですよね。売り上げとか利益なんですけど、それ以外の、例えば工場で働いてる人とか、生産技術で働いてる人とか、まあね、 トラック運転してる人っていうのは何をゴールにすればいいのってことになるわけですね。お客様の満足ですかっていう話になっちゃう。これは一つの KSF、キーサクセスファクターに過ぎなくて、キーゴールインジケーターっていうのは必ず経営指標からね、降りてこないといけないんですよ。ですから、誰もが経営の指標を知らないと当事者意識を持たないんですよね、と。マネジメントする上では必ずその数字から え、チェックしないといけない。なので、全社員は KGI を知らなくちゃいけないんだ。キーゴールインジケーターを知らなくちゃいけないんだっていうことですね。全社員が経営目線を身につけるってことはできるわけです。はい。あの、経験積まないと知らないかっていうとそうじゃないじゃないですか。大学生だって勉強すればね、経営目線っていうのは身につくわけなので、視座が必ず高まっていきますので、まあ、ぜひぜひ。 えー、勉強していただきたいなというふうに思います。第1弾と第2弾は見ていただきましたでしょうか。えー、興味があるからといって、第3弾の収益性から見てはいけません。で、えー、経営分析4つの視点といったら、まあ、安全性、成長性、収益性、効率性。まあ、それ以外にも、うんと、生産性っていうのがあって、これね、生産性はいずれ、 あの、足していこうかなと思ってます。あの、効率性と生産性が同じだっていうふうに言ってる人もいれば、やっぱり生産性っていうのは生産性で別にあるんだよねっていうのがあって、わかりづらいよね。生産性と効率性ってほぼ同じ意味じゃんっていう感じがしますけどね。で、えっ、ー、と、企業のライフサイクルで考えたときに、なぜ安全性、成長性、そして収益性、効率性の順番でお話をするかというと、この企業のライフサイクルに沿ってるからですね。私よくこの図を出します。 企業というのはライフサイクルっていうのがあって、導入期と成長期と成熟期が来る。で、成熟期が来た時に、その後に成長期を迎えないんであれば、そのまま衰退してきます。これは企業だけじゃなくて商品もそうなんですね。ですから、商品を開発して導入した時はグッと行くんだけど、ある一定のところまで行くと成熟期が来て、その商品でだんだん売れなくなっていくんですね。うん。ですから、長くロングセラーになるためには、必ず何らかの手こ入れが必要なんですよ。 事業というのもそうです。なので、私どもが支援している先っていうのは、まあ、大体政治武器なんですよ。この第3弾と次の第4弾の話、収益性と効率性を意識しないといけないということなんですよね。だから、自分の会社のステージよくわからずに、この成長性とか安全性の指標を、まあ、KGI に設定していったりすると、なんかおかしな感じになるわけですよ。なので、会社のステージ、 今の現状を正しく理解した上で、キーゴールインジケーターというものを設定しなくてはならない。つまり、私どもは絶対達成のコンサルタントなんで、どのような目標を設定するのか、どのような目標を絶対達成すべきなのかということを考えなくてはならないということです。そして、今回は第3弾で収益性ということになるわけなんですけども、収益性って言ったら、なんとなくわかりますよね。収益だから。 ね。まあ、収益、どれぐらい稼いでんのか、儲かってんのかとかね。まあ、そのような話なんですけど、これ、パッと見た瞬間に、おお安全性と成長性。まあ、特に安全性の流動比率とか、搭載比率は、なんだっていうね。あの、成長性で ROE とか ROA が出てきたときに、なんだって。 うーんってあったかもしれないんですけど、収益性はわかりやすいよね。どれほど利益を生み出す力があるのかを見るということなんですけど、結局、うん、ああ、利益率の話ということになるわけですね。うん。だからまあ、そうですということで、まあ、業界平均とちょっと比べてみたっていうのがあるわけなんですけど、まあ、 今回もここでストップしていいかなって思ってる人もいるかもしれませんが、この後いいことを言うと思いますので、私、ぜひ最後までお付き合いいただきたいなというふうに思います。売上総利益率はもちろん売上高の中でね、売上総利益っていうのはどれぐらいの比率なのかということで、まあ売上総利益っていうのは、まあ原価引いたものですよね、売上高から。まあそれはもうさすがに分かってますっていうことなんですけど、これね、やっぱり売上減原価って っていうものが、まあ、非常に強く関わってくる。だから、売上だ、売上だ,かだけ見てる。まあ、売上だけってちょっと言いづらいから売上にしますけど、売上だけを見てるだけでは、その会社ってやっぱり判断できないですよね。売上はとても大事だっていうことは、前回第2弾の、ね、動画で喋りましたけれども。なので、例えば、製造業の売上とか、 この飲食業の売り上げとかでは、随分ね、意味合いが違うんですよ。うん。原価がね、全然違うからね。だから、ここ見てください。製造業で言うと、まあちょっと前のデータですが、まあそんなに比率は変わらないんじゃないかなと思いますので、まあ参考にされたらいいんじゃないかなと思うんですね。つまり、業界によってだいぶ違うよね、と。製造業だと、それはまあ売り上げ原価かかるわな、っていう。 で、卸売って言ったらね、もうなんか仕入れてっていうことだから、まあ氷もそうなんですけど、うん。で、飲食業っていうのは、まあやっぱりね、人が働いてるじゃないですか。で、原価を下げていかないと儲からないよね。そりゃあ、うん、原価が高いものね、出してたら、とてもじゃないけど、だって飲食業ってただでさえ、例えばそこで働いてる人って、めっちゃ儲かってるかっていうと、そんな感じがしないですよね。私、トヨタ自動車で働いてます。 私、喫茶店で働いてます。どっちの給料が高いでしょうかっていうと、なんとなくイメージつくじゃないですか。でしょうん。ですから、ね、やっぱり製造業の方が、まあそこで働いてる人の、まあ、サラリーは高そうな感じがしますよね。うん。だから、その飲食業っていうのは確かに、あの、売上総利益率は、なんかね、全体的で見ると高そうなんだけど、そうしないとやってられないっていうことなんですよね。 まあそれは後の営業利益率とかを見ていけばわかるということです。つまり、その最終的に当期純利益じゃないですか。だって、それはそうですよね。最終的にどの金が残んのっていう話ですよね。そのお金がまた元手になって、自己資本とかになっていって、で、そこからどういうふうにね、利益を出していくのかということになる。まあ、これが ROE。 とかね。まあ、ROA とも変わってくるわけ。その会社の、まあ、総合力になっていくわけですので、最終的にどれぐらいのお金がそこに残っていくのかっていうのはとても重要なので、こう、税、ね、税引前、当期準利益から法人税を引いた最終利益っていうのがどうなるのか。これ見ていただければわかる通り、製造業はもう5.2%になってるわけですね。ですから、ここら辺と比べると、お、なんか2倍以上、ね、製造業っていいんだなっていうのはなんとなくね、 あのご理解されると思うんですよ。売上に比べて、まあ、最終的なリターンっていうものは製造業の方がどっちかっていうと他の業界よりもいい感じだなっていうのはなんとなくわかりますよね。うん。つまりいろんなものを引いていって残るっていうことなんですけど、このいろんな引き算の中身が業界によってだいぶ違ってくるということなんですよ。ですから 例えば転職する人でこういう構造がわからない人っていうのはちょっと残念な感じがしますよね。うん。だから職員関係の会社に営業、転職するんですと、今までは IT 業界だったんですけどと、あれなんか給料全然違うんですけど当たり前じゃんって。それは全然違うからですよと。だから経営が分かってないとそうなるわけですね。なんか前の会社の方が給料いいんですけどなんでですかって。なんか 会社のね、企業努力がなってないんじゃないですか。社長もっと努力すりゃいいのにとかね、どのこうのっていう人がいるかもしれないですけど、いや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 、その経営のね、その財務構造とかちゃんと理解してしゃ喋らないと相手にされませんよ。だから、経営視点、経営目線がない人っていうのは、まあ社長とか上司に相手にされないんですよ。何を言ってるんだってことになるわけですよ。 もう本当にね、なんかもう身の丈ね、身の程を知れとはまさにそのことで何を言ってるんだっていう感じなんですよね。だから子供でもそうですよ。なんかうちのお父さん安月給なんだけど、うちのお父さんって全然ダメなサラリーマンなんだろうかって違うんだって。業界によって違うんだよと。 あなたのお父さんは頑張って働いてるんだって。だけど、業界がこうだから、しょうがないんだって。夜遅くまで働かれてるかもしれないんだけど、仕方がない。私のクラスメートのあそこのお父さんなんて、なんか結構ね、毎日のようにあ、あの、夕方帰ってきて、で、結構、またなんかね、あの、海外旅行行ってたとかね、また家をリフォームして、また大きくしてたとか、最近なんかは家にずっといて、なんかあの、 家で仕事してるんだけどさらになんかね裕福になってるみたいってしょうがねえじゃんそんなのだって業界とかビジネスモデルが違うんだからという、まあ、こういうことですよねビジネスモデルが違うことによってこの中身コストのコスト構造が変わってくるっていうものは知らなきゃね語れないですよねだから営業利益率まあねあの本業全体の収益性を見るわけなんですけど えここら辺になるとだいぶ並んできますよねさっきの売上総利益率と比較すると、まあ、ここ本当バラバラじゃないですかところが営業利益率つまり販管費ですよね販管費の中身がだいぶ違うってことなんですよね製造業と例えばね飲食とかねサービス業とかではだいぶ違ってくるコスト構造が中身がだいぶ違うということですよね で、まあ、ここら辺私興味深いのは、営業利益率と経常利益率うん、そんなに変わるのかっていう。結局、この本業以外のものって一体どんだけあんのという感じがするじゃないですか。で、それって、業界と関係がどこまであるのかがね、これ難しいところですよね。うん、だって本業以外なんだもん。本業以外ってことは、業界と関係があんのっていう。まあ、製造業の まあ、いわゆる営業外収益と言いますとっていうと、製造業によって変わるのと。飲食業によって変わるわけと。あ、卸だとまたちゃうわけみたいな。IT 業界はどうなんのみたいなことはありますよね。うん。だから、それってそんなに差でんのっていうと、あまあ結構、あれですよね。だけど、どっちかっていうと増えてるから、やっぱり営業外でも結構ね、収入があるってことですよね。これ、製造業なんて結構いいですよね。4.8から7.3まで。 上がってんですよね。飲食業だと3.7から4.1ぐらいしか上がってないからこの卸も氷もそうでしょあ卸はちょっと結構増えてるかでも氷はあんまり増えてないですよね、うん、こうやって見ることによって特性が上がってきますよねだから製造業っていうのはどっちかっていうと他の業界よりも本業以外で結構ね儲けちゃってるところがあるのかなっていうね それって何だろうっていうことこれ疑問に思うことによって、まあ脳に空白ができて、その空白を埋めたくなって、えー、ね、また調べようとするんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、最終的に残るお金って何かなと言ったら、まあ、これだと。まあ、さっきね、えー、お示しした通りですと。で、えっと、まあ、結局こういうことなんですけど、今回第3弾はこれだけ。で、一応おまけで皆さんにお伝えしていくと、 業界平均と比べる意味ってあるのかということですよね。まあ一応目安として、えー、まあね、あった方がいいのかなと。例えば、平均年収とかってあるじゃないですか。平均年収。皆さんおいくつですか私は52歳です。50歳ぐらいの会社員のとか。 まあ会社役員、まあ一応社長なので、会社役員のまあ年収の平均年収はこれぐらいとかね。もしくは、例えば40代の会社員で、例えば課長職の平均年収はこれぐらいとか。それはあるじゃないですか。それと本当に比較していいのかっていうと、まあちょっと比較したくなるときもありますよね。あと、その年収ってそんなにばらけないと思うんですよ。うん、ちょっと操作されてる感じがするから。だけど、貯蓄額っていうのはだいぶ個人差ありそうですよね。うん、だって、 め、めっちゃ人差がないじゃないですか。会社員で、ある人はね、30万円年収で、ある人は3億円ってことは、あんまないじゃないですか。会社員だから。ものすごいね、なんか芸能人とかアスリート、プロ野球選手とかだったら、まあ2億円、3億円もらってる人も、中にはいるかもしれないけど、ね、ものすごいベストセラーの漫画書いてますっていうんだったら、まあね、1年間でね、5億円とか10億円もら,もらってる人も、まあ何人かはいるかもしれないですけど、まあ非常に特別な話ですよね。だから、 会社員で年収って言ったらむっちゃくちゃ差がつくかっていうとそうではないんだけど、貯蓄額だったらむっちゃくちゃ差がつきそうなこともあるじゃないですか。例えば40歳、50歳ぐらいになるとめっちゃ溜め込んでるやつもいれば、全く溜め込んでない人もいるわけでしょ、うん、そうするとめちゃくちゃばらゲてくるじゃないですか。で、その時の平均の額って当てにならないんですよね。これ見ればわかるんです。ちょっと、 あの、ネットからね、拾ってきて、貼り付けてみたんですけど、単身世帯で、例えば20代で言うと、あの、貯蓄額の平均は113万円だそうです。へーって感じですよね。ちょっとわかりづらいんで、あの、余罪管理大学の、まあ、大体平均の、そのね、視聴者の年齢って、大体40代、50代、大体40代だと思います。40代の男性が圧倒的に多いんですよね。で、平均貯蓄額は、666万円だそうです。へーって。 単身世帯だから、あんまりいないかもね、でも。うん。まあ、大体がご結婚されてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ40代で平均貯中学が660万円で、中央値は40万円。中、平均よりも中央値の方が、まあね、それは信用たるものかどうかわかんないんだけど、どっちかっていうとそれの方が、まあだって極端なね、 値があるから平均値ってちょっと信用ならんよねってあるから、まあ、中央値も出しておこうかっていう。そうそう、中央値めっちゃ少ないっすよね。え、こんなんなってんのっていう。うん。で、貯蓄ゼロ率が35.5って。うん、だから単身の人って金遣い荒い感じがしますね。40代だと。これ面白いですよね。うん、で、2人以上の世帯になると全然違いますよ。40代だと、おー、1000万円超えてるらしいです。皆さんどうですか ?1000 万円ある。ある。本当に 本当、1000万円結構あるね。うん。中央値は520万だそうですよ。全然違うよね。これ。単身と。単身40万円なのに。だからやっぱり、あの、守るべきね、ご家族がいることによって、ちゃんと死ななって思うんでしょうね。うん。だから520万円が中央値だって。だから520万円より低いとちょっと、え、やべえって思った方がいいかもしれないですね。貯蓄ゼロ率13.5だそうです。うん。だから、 やっぱり86、7%の人はちゃんと貯金してますよ、それなりにってことですよね。だってこれ、単身な人って結構貯蓄ゼロ率高いっすね。これ、驚きますね。面白いですね。うん。だからやっぱ、結婚した方が多分健全な感じがしますよね。うん。だって、単身だろうが、あれだろうが、ね、家族持っていようが、そんなに年収変わらないんじゃないですか、40代でね、普通にやってれば。 めっちゃ差がつくってことはないんじゃないですかうん。だから、単身の方が儲けてる人もいるかもしれないですよ。うん。だって、ガンガンやって、うん。家族なんか関係ねえって言って、すっごい儲けてる人もいるかもしれないじゃないですか。だけど、貯蓄は少ないって。だから、 あの、何が言いたいかっていうと、あの、ここに書いたんですけど、あるべき姿との比較が重要で、で、うちの会社っていうのは、まあもちろん個人で言うと、自分はどういうライフプランなのかと、別に貯蓄ゼロでも本当に横山さんいいんですって、とかね。いや、貯蓄は私100万円ぐらいで全然 OK なんですよ、と。言うんであればいいじゃないですか。別に平均と関係がないですよね。うん。だ企業もそうなんですよ。だから、業界平均がこれだからといって、いや、別にね、いいんです、と。 あの、業界平均上回ってるからいいというわけでもないし、下回ってるからダメというわけでもないんですよね。ちなみに、この経常利益率、製造業7.3%とか、一応こう、コンサルタントだから目安として知っておくわけなんですけど、強くて愛される会社研究所の、私専務理事やってます。で、強くて愛される会社研究所の、え、視察先ってね、視察企業、え、毎月毎月、あの、バス1台借りて、経営者とか後継者乗せて、 お伺いするんですけど、あの、毎回ね、うちの代表理事の西浦が解説するわけですよ。この会社の経常利益率は、なんと20%を超えています、とかね。マジかってなるわけですで、そのマジかっていうのは、さっきの製造業だと7.3%っていう一定の基準があることによって、え、10%で超すげえのに、20%ってなんか変なことやってねっていう、うん。 え、なんでそんな儲かるみたいな。うん。そう、そういうのになるじゃないですか。うん。だから、本業以外で儲かっちゃってんのっていうんであれば、経常利益率がじゃあ20%以上。じゃあ営業利益率はって言ったら営業利益率もね、18%。マジかみたいな。え、なんでそうなるっていう。えー、5. 何とかが平均なのなんでそうなんのっていう感じになるじゃないですか。だから、一応目安を知っておくことによって、あ、 なんかね、うちの会社はこんな感じなんだ。あそこの会社はこんな感じだ。すげえな,な。なんでそうなるんだろうっていうことはわかるということで。まあ常識的にね、まあ知っておくといいかなというふうに思います。え今回の動画はいかがだったでしょうぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。余罪管理大学に入って勉強することによって皆さんの会社の収益性がアップすると思います。えぜひ、えこの YouTube チャンネルに登録していただけると嬉しいですえ。それで余罪管理大学に入学ということになります。 そしてこの動画参考になった気に入ったという方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして、私のメルマガに登録していただくと、まあ、いろんな動画とかね、いろんなセミナーとか、いろんな有益な情報を皆さんにお届けすることができますので、ぜひ概要欄で紹介している私のメルマガ登録もよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。